日本って中国のどの部分にあるの？日本はアジアのどこかにあるっていうことは欧米人もみんな知ってることなんですけど、アジアイコール中国、そういえば見た目も似てるよね。中国イコール日本ってなってるようですね。なんで日本人っていつも叫んでるの？僕個人的には日本語って結構柔らかい言語だと思うんですけど、欧米人からすると結構力強くハキハキしてる言語の分類みたいで、日本人って犬猫食べるんだよね。自動販売機でギャルのパンって売ってんだよね。これは90年代くらいのアメリカ人旅行客が広めたガセですが、そのインパクトがゆえにすごく有名な話なんですよ。白人がいたら写真撮るんだろう。で、黒人嫌いだよな。日本に思うあんな印象、こんな印象。はい、こんにちは皆さん、エリタです。いや、欧米生活約10年目のこんな僕なんですけど、ネットが普及していろんな情報を瞬時に受け取れる現代でも、未だに欧米人が持つ日本の勝手な変な印象に驚かされることが多いですね。そこで今回は僕が実際に聞いた日本の変な印象について紹介したいと思います。後半になるにつれて驚き度が増すんで最後まで見てね。あ、ちなみに質問コーナーの質問受付中なんで、コメント欄からよろしくお願いします。あとインスタのフォローも概要欄からお願いしますね。日本って中国のどの部分にあるの？日本はアジアのどこかにあるっていうことは欧米人もみんな知っていることなんですけど、アジアイコール中国、そういえば見た目も似てるよね。中国イコール日本ってなってるようですね。ちなみに日本語と中国語ってどこが違うの？って聞かれたことも何回もありますね。外国人からすると漢字、ひらがな、カタカナの見分けがつきにくいのも理由の一つかもしれませんね。なんで日本人っていつも叫んでるの？僕個人的には日本語って結構柔らかい言語だと思うんですけど、欧米人からすると結構力強くハキハキしてる言語の分類みたいで、家族友達と日本語で電話してたりすると、え、なんで喧嘩してたの？って興味津々に聞いてくることが結構ありますね。まあ岡山弁もどす聞いとるし、しょうがないじゃん。お前って忍者なの？侍なの？まああるあるですよね。忍者侍は本当に世界中でも知名度があって、今でも彼らが存在してると思ってる人って割とチラチラいるんですよ。いや、今はもういないんだけど、僕が忍者ってことは秘密にしといてねって酔っ払いに言ったら大盛り上がりしてました。日本人って犬猫食べるんだよね。さっきのことにも関係あるんですけど、日本はアジアにあるイコールアジアの国は犬猫食べるところがあるイコール日本も犬猫食べるって感じなんですかね。で、それは否定して、いや、日本人は犬猫食べないけど馬は生で行くよって言ったら、って驚かれましたね。馬肉うまいのに。日本国民は全員アニメオタクなんだろ。僕が日本人だと知るや否や、大好きなアニメをもう夢中で語ってくれる欧米人のアニメファン、まあ、どんな形であれ日本が好きなのは嬉しいことなんですけど、僕はあんまりアニメに詳しくないのでわからないよと伝えると、日本人ならアニメオタクであれよって逆ギレされて小走りでどっか行きましたね。勝手にがっかりされて一人にされて虚しかったです。自動販売機でギャルのパンって売ってんだよね。これは90年代くらいのアメリカ人旅行客が広めたガセですが、そのインパクトがゆえにすごく有名な話なんですよ。日本人がそういうものを感じる感覚で買ってるって思ってる人結構いるみたいですね。米を食べすぎて友達がいないからフレンドリーなやつがいない。 There are 50 words for rice in Japanese but no words for friends. That's why Japanese are unfriendly. というジョークがあるぐらい、日本人はフレンドリーじゃない米食い野郎って思ってる人結構多いようですね。米食い野郎なのは本当かもしれないですけど、フレンドリーじゃない人って結構多いですかね。恥ずかしがり屋は結構多いと思いますけど。寿司毎日食べてんだろう？じゃあ君はハンバーガー毎日食べてるの？って言ったら納得してどっか行きましたけど。白人がいたら写真撮るんだろう？で、黒人嫌いだよな。日本人は肌が白いの美しいとし、白人が美しいから写真を撮りたがる。けれど、黒人の肌は汚いと思ってるから写真を撮りたがらない。黒人を嫌われている。欧米人は肌が適度に焼けているのが最近では美しいとされ、アジアでは美白といい、絶対に焼けたくない人が多い。という比較をした上で人種差別をしている最低なガセですね。もちろん僕は毎回否定してますけど。地震が来てもすぐ建てれるように、紙でできてるから家も寒いんだろ。日本イコール地震がよく来るという第一印象が強くあり、日本の家はペラペラで紙のようだったという欧米旅行客から始まった噂話ですね。もちろん間違ってはいるんですけど、僕自身毎回冬に帰国した時に、毎回屋内なのに寒くないってなるんで、なんか意外な着眼点で面白かったです。お前日本人なのに背が低くないしガリガリじゃないな。
日本男子は華奢で、めめしいという印象は結構どの欧米諸国でも持たれているようで、僕は175センチくらいで特に高身長ということでもないんですけど、リタって日本人にしては背が高いし結構がっちりしてるよね、とおじさんにロッカールームで肩を優しく撫でられました。思い出すと筋トレをしだしてから男として認められるようになったと感じてるんで、皆さんも筋トレしましょうというお話でした。では良い一日を。